さあ2人をぐるぐると揺さぶりまして、ジャンボ鶴田の入場を待ちます。チャレンジャーのブルーザーブロディ、インターヘビー級のベルトの価値を知っているこのブルーザーブロディ、アメリカのこのブロディが1年4ヶ月もの間持っていたのです。さあ今度は反対に王者ジャンボ鶴田の入場。ベルトは絶対に渡しません。インター2冠王で結婚式に臨みたい王者ジャンボ鶴田、広島ではインタータッグも取り戻しました。その相手にもブルーザーブロディが絡んでいました。勝負の流れは鶴田側にいい方向に向いております。しかし今夜は1対1の対決、有り余るパワーとテクニックで思う存分相手を痛めつけ破壊する男だけに、勝負の方はどうでしょうか。リング上ではタイトルマッチ宣言です。タイトルマッチの宣言が大阪府立体育会館のお客様に告げられました。王者ジャンボ鶴田から一旦インターナショナルヘビー級の豪華なベルトが預けられます。鶴田9回目の防衛戦、インターナショナルヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者300番のブルーザープロディ、挑戦者です。現インターナショナルヘビー級チャンピオン、現世界タッグチャンピオンブルーザーブロディ、7コーナーインターナショナルヘビー級チャンピオン250番のジャンボ鶴田、インターナショナルヘビー級に合わせましてインターナショナルタッグのベルトを奪いました二冠王ジャンボ鶴田。鶴田の防衛戦9回目、勝負は60分の一本勝負です。ニコンのプラスティックメガネレンズが一段とハードになりました。砂によるテストでもこんなに差がつきます。軽くて強いプラスティックメガネレンズ、ニコンハードクリアコート。ケロケロ、どうせ私はじゃーに四角いフレンディーキュービックコーヒー新発売など AGF。人生毎日ラッキー、 Are you lucky? Are you lucky? 明治ラッキースティック新発売。乗って得するタクトです。いや本当。フットワーク 120% ホンダスーパータクト新発売。汗かいたから TOKYO DRINK カラカンチューハイライトも登場。白熱のおそらく攻防戦になるかと思います。あるいはまた別の見方としては場外乱闘の激しい試合になるという見方もあるんですけれども、今日のレスリングは本当に火花散る実力者同士の対決、今のところそういう展開です。小気味いい流れですね今のところは。そうですね、やはりこういうね、その大型選手同士のぶつかり合い、はい、それも単なる乱闘ではなくてテクニックを駆使しての試合、これが現代のレスリングですね。本当ですね、両者のショルダータックル合戦。チャレンジャーのブルーザーブロディは今やまさに世界ナンバーワンの実力と人気を誇ります。おっとうまく捉えてボディースラムで相手を叩きつける王者ジャンボ鶴田、そして王者のジャンボ鶴田も全日本プロレスの大黒柱に成長、9月には結婚を控えております。現在インターナショナルヘビー級の王者、そしてインターナショナルタッグの王者、二冠制覇であります鶴田。鶴田の気持ちとして山田さん、このまま結婚式に向かいたいでしょうね。そうですね、まあ、今大変にね上り調子、いろんな意味でね輝かしい道を歩んでるわけですね、はい、ですからその気持ちは十分わかりますが、その意味でも今日の試合というのはきちんとした締めくくり、ピンフォールなんとか取ってもらいたいという気持ちです ね。それからこのインターナショナルヘビー級の王者というのは
いわゆるこの先輩の元インターナショナルヘビー級の王者連中との比較があるんですけれども、山さん、参考までに力道山は4年4ヶ月このベルトを守りまして19連続防衛というのがあります。それからジャイアント馬場選手は6年10ヶ月この通算守りまして18連続防衛、あるいはまた21連続防衛という記録があります。まあそういった先輩たちはそういう記録を作っていったんですけれども、この伝統を受け継いだジャンボ鶴田にもその連続防衛の期待はかかります。そうですね、いろいろとねこの3者を比べてみますとね、その挑戦者の顔ぶれ、さらには試合の内容、そういったものでやはり今のところ3人の中ではやはりジャイアント馬場選手がですね大変にその素晴らしい顔ぶれと、はい、素晴らしい内容の試合、しかもあの連続防衛記録、そういったもんで一歩リードしてるんですが、まあ鶴田選手がそれに追いつき追い越すという可能性を秘めてますね。そうですね、まあ、チャレンジャーのブルーザーブロディ怪力ぶりを発揮してまいりました。山田さん、今のお話を続けますけれども、あの力道山ジャイアント馬場時代とはちょっと世界のプロレス事情が変わってきてますでしょ。そうですね、従いまして長期王座防衛記録というのは今後どうでしょうかね。まあその辺がね、非常に難しいところですね、はい、ただね私の考えでは確かに長期王座防衛回数の記録、そういったものも大切だと思うんですが、まあ1試合1試合の内容、これも大変に大切だと思いますね。そうですね、はい、現在王者ジャンボ鶴田は8連続防衛に成功しています。9回目の選手権試合、相手は今ジャンボ鶴田が最も怖い相手と言っておりますブルーザーブローディ。山田さん、このジャンボ鶴田はですね心から言ってるんですけれども、 AWA の世界チャンピオンリック・マーテル、 NWA の世界チャンピオンリック・フレア、こういった選手はもうほとんど差のない相手だけに怖くはない、やはり一番最適はこのブルーザーブロディだということを口を酸っぱく言ってますね。はい、先ほどの話の裏返しになりますけれども、鶴田選手も実力のあるいい選手だけに敵のことをよく知ってますね。そういうことです。さあ、キングコングブルーザーブロディ、もう今日は四角いジャングルの中でいわゆる当時あふれるレスリングであります、正統派のレスリングでベルトを奪うか、前インターナショナルヘビー級チャンピオンブルーザーブロディ、さあ大技が当たってまいりましたよ山田さん。そうですね、ここからの展開が怖い、空中ドロップキックを打っておいてジャンボ鶴田を威嚇します。そしてこのご覧ください、太い腕がっちりとジャンボ鶴田の喉に決まっています。まあね、我々そのマスコミの仕事をしてますとね、表現の上でややオーバーになることがあるんですね。そういった時によく肉弾愛打つなんて言葉を使いますけれども、この試合こそまさに肉弾愛打つ試合ですね。そうですね、はい、ジャンボ鶴田はこのブルーザーブロディ絡みですけれども、インタータッグのベルトもジャンボ鶴田は天竜とともに奪取いたしました。久しぶりで2本のベルトを巻きましたこのジャンボ鶴田。今度は山田さん、鶴田天竜でブロディハンセンの世界タッグに挑戦してもらいたいですね。あ、これはね、もうぜひやってもらいたいですね、はい、まあせっかくインタの王座をね手に入れたんですけどね、はい、鶴田の動きが激しくなった、ジャンピングニーパット振り返りざま、キングコングを倒しました。さあ、ここからの流れを作るのはサイドスープレックスの体勢ですが、いった、サイドスープレックス、まず1種類目のスープレックス出した、カバーに入った、抑えた、跳ね返す、ブロディ跳ね返します。カウント1ですね、カウント1です、わずかカウント1。まあ今のところね、技の流れ、今のスープレックスにしても鶴田選手としてはですね、まあ、本当に、悪いんですがやっと投げたと、余裕がなかったですね。今度はスリーパーホールドで相手の動きを止めます。王者ジャンボ鶴田、9回目の防衛戦、両選手十分に汗をかいています。非常にいい対決になりました、ジャンボ鶴田対ブルーザーブロディの対決、どうしても避けて通れない相手。今後山田さん、このインターのベルトに挑戦させないためにも今日はもうきっぱりと勝負つけなきゃいけません。そうですね、この試合でですね完全なるピンフォールを奪えば、しばらく挑戦ということか。すごい、キングコングキックが当たりました、王者鶴田倒れました、王者鶴田倒れました、完全なるカウンターですね、すごい衝撃ですね、鶴田の表情が変わります。ブルーザーブロディ怪力ぶりを発揮、あと右の肩の上に簡単に乗せて投げ落としました、ゆっくりと助走をつけて、さあ怖いぞ、さあ怖いぞ、いった、キングコングレッグドロップ、ギロチンドロップ、
すごい勢いでグロチンドロップを落としましたブルーザーブロディ。135キロ全体重がかかります。必死で跳ね返す鶴田。いやしかしね、いやすごいですね。さあ今度はジャンボ鶴田を場外に送り出します。深追いするか、追いません追いません、ブルーザーブロディ追いません。あくまでも四角いジャングルで勝負のブルーザーブロディ。そして今タイミングを測るようにして場外に回りました。鶴田を追いかけますキングコングブルーザーブロディ。さあ放送席の目前で勝負が始まった。さあ鶴田、鶴田ここで踏ん張れるか。青い鉄柱攻撃いった、汗が飛び散ります。青い鉄柱もろにぶつかった。これは今の衝撃で額が切れたかもしれません。さあいよいよ怪力発揮のブルーザーブロディ。さあ椅子を手に使いました、がっしりと椅子を手に使いました。やっぱり額が割れましたね。追い打ちをかけます。鶴田青い鉄柱攻撃、額が切れた。背中越し、背中越し、いよいよ狂気を手にしましたブルーザーブロディ。さあベルト取りに行くか、ベルト取りに行くか、ベルト取りに行くかブルーザーブロディ。これがジャンボ鶴田です。すごい形相、かなりの流血、激しい勝負になってきた。インターナショナルヘビー級の選手権試合、鶴田苦しいぞ、鶴田苦しいぞ。反省な顔から赤い血が一つに流れております。さあ猛烈果敢にキックで打ちまくるチャレンジャーのブルーザーブロディ。さ後ろに下がると怖いぞ、後ろに下がると怖い。あ勢いつけてる、すごいキックだ。いやー鶴田の顔面切られましたね。もう一瞬にしてですね、大ピンチになりましたね。もう一回助走をつけてものすごいキック。ダメですダメです、このキックをね何回も食っちゃね、もうおしまいですよ。にやりと笑います、顔を出します。キングコングブルーザーブロディ。さあタイトル奪取か、タイトルを失ったのは去年の夏8月31日の出来事でした。ほぼ1年ぶりにタイトル奪回か。ブルーザーブロディが打ちまくる鶴田の表情、いやすごい流血です、すごい流血です。今度は手刀、容赦なく打ち落とします。チャレンジャーのブルーザーブロディ、急に流れが矢野さん変わってきました。そうですね、もう鶴田選手がね、もう一瞬のうちにね、大ピンチですね、はい、本当にピンチに襲われました。鶴田思い切って抱え投げ、ボディースラム、簡単にジャンボ鶴田をキャンバスに放り投げて、もう一回コーナーの前に立ちます。キングコング二王立ち、今度はなんだ、ボディープレス、怖い、どうだ、返した、あーっと危なかった、本当に危なかった鶴田。一瞬カウント3が入ったかと思いました。鶴田返します、一瞬の形相で鶴田返します。さあさあ鶴田、ここで闘志を出さなくてはいけません。王者ジャンボ鶴田、9回目の防衛戦、本当に赤信号、顔面真っ赤、トップロープ、ボディフライ、トップロープ、今度はものすごい手形な、いや容赦しないですね。そうですね、まあやはりあの挑戦者のブロディにとっては今が一番のチャンスですからね。そのまま覆いかぶさります、危ないぞ、返した、必死で返し、鶴田モールを落としています。顔面の血が目の中に入る、意識モール、ジャンボ鶴田全く攻撃に出られません。さあブルーザーブロディ、ロープを背にして余裕しゃくしゃく、タイトル奪還のチャンスです。相変わらずキックで相手を攻めて起き上がって来ようという姿勢を見せるんですが、不意に飛んできますからね。そうなんですね、タイミングが取れません、完全に潰してますね、バランスが取れません、攻撃を潰しています。ブルーザーブロディ圧倒的に有利です。さあ今夜タイトル移動が山さんあるかもしれませんね、そうですね、もうこうなったらね一発逆転しかないですよ、はい、さあ今度はブレンバスターの体勢、鶴田踏ん張れるか、あっとやはりブレンバスター、ブルーザーブロディ叩き落とす、豪快です、流血がさらに広くなりました。鶴田危うし、最近まれに見るジャンボ鶴田の山田さん、大戦試合ですね。そうですね、もうさっきあの先ほどからですね、もうニアホールを何回も取られてますね。まさにニアホールですね、 2.89 まで出てますね。そうですね、もう一瞬ジョイフチレフリーの右手がカウント3で入ったらタイトル移動です。危うしジャンボ鶴田、ブルーザーブロディは余裕しゃくしゃく、ね、タイトルは俺のもの、タイトルは俺のもの、そういうような表情、目つき、また行った、またキックで行った。山田さん、このキックを外すことできないんでしょうかね。いやもうね、ちょっと意識が朦朧としてるんでしょうね。自分ではね外そうと思ってるはずですよ、しかし避けられないんですね。勝負は15分が経過、ドロップキックだ、キングコングのドロップキック、激しい当たりを見せました。鶴田また場外、すごい流血、鶴田場外すごい流血、チャレンジャーのブルーザーブロディはリングの中、そしてゆっくりとジャンボ鶴田の
傷の状態を見て外から回りました。ゆっくりと外から回ってお客さんの椅子を取った。お客さんの椅子を取りました。鶴田させるか、鶴田させるか、大ピンチです。ジャンボ鶴田大ピンチ。さあキングコングブルーザーブロディが来た。おっとこれはうまく外しました。これはうまく外しました。椅子の攻撃は受けません。さあ場外で打ち合います。思い切ってジャンボ鶴田が飛んでまいります。鶴田が飛んでまいりました。さあブルーザーブロディが椅子を持って再び思い切って脳天を打ちます。ブルーザーブロディが脳天を打った。そして場外のマットを外した。場外のマットを外した。これは何だ、ファイルドライバーか。場内のマットを外してファイルドライバー脳天正一。鶴田必死で支える。頑張れるか。うまく反対に返した。うまく返しました。鶴田がうまく返しました。さあこの後の勝負です。鶴田が脳天正一を切って返しました。先にリングの中に入ります。ジャンボ鶴田ここで再び体勢逆転か。ブルーザーブロディが追いかける。ブルーザーブロディ追いかける。さあ思ってエルボー、フライングエルボーバットを打った。鶴田がフライングエルボーバットを打った。さあお客さんの声援がものすごい勢いでジャンボ鶴田の耳に飛び込んでまいります。このままそのままパイルドライバー、今度は先ほどの場外と同じ前例に行きました。椅子が待っていた。椅子が待っておりました。椅子の部分に思い切ってパイルドライバーでブルーザーブロディの顔面を叩きつけた。体勢逆転になるかどうか。ここはジャンボ鶴田も必死でもう押せ押せで攻め込んでいきたいですね。そうですね、本当にねちょっとしたチャンスからねまたまたね非常に明るいね見通しが出てきましたね。本当ですね。鶴田がフライングボディスタースドロップ、リングの中央に戻してそのまま追いかぶさったピーボールか。押しピーボールは押し、カウント 2.5 くらいまで行きました。さあブルーザーブロディに初ピーボールをつける最大のチャンスが訪れた。ブルーザーブロディの顔面も切れている。インターナショナルヘビー級王者ジャンボ鶴田、過去いろんな試練に立ち会っています。そういう試練も数々ありました。逆境に強くなったジャンボ鶴田、4月には結婚式を控えている。ここは踏ん張りどころ。鶴田キングコングブルーザーブロディもブルーザーブロディも顔面切れています。すごい勝負になってまいりました。今度はもう一回ファイルドライバー、ファイルドライバーに行きました。落としました。頭がキャンバスに当たります。そのまま追いかぶさった。防衛か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 、一つありません。ファイルドライバー攻撃とてもいいですね。これをもう一発やってほしいですね、はい、聞いてますよ。聞いてますね、はい、ここでさすがのキングコングブルーザーブロディも動きは止まりました。おっとキャンバスも汗と血で滑るんでしょうか。ちょっとバランスを崩した鶴田、珍しいことです。さあ鶴田が体勢を整えて思い切って拳打ち、相手の額をめった打ち、何か口で言っています。さあ何か言っています。そのまま飛び込んだ。おっと上皮口に正面衝突。上皮口が場外に送り出されました。リング上はレフリー不在。レフリー不在。今度は得意のバックドロップ、バックドロップ、バックドロップ、人間気をかけたバックドロップ、しかしレフリーいません。レフリーがいない。さあ背中にはジャンボ鶴田、トップロープから何でいくか。フライングボディアタック、これが決め手になった。防衛でしょう、防衛でしょう。カウント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 、レフリーいない。レフリーがいません。残念、レフリーがいません。今も優にカウント5ぐらいまで入ってました。そうですね、今もカウント5以上でしょうね。本当ですね、残念です、非常に残念です。上皮口レフリーは場外で伸びています。今度はフライングボディアタック、今度は反対にキングコングブルーザーブロディが抑え込んだ。上皮口レフリーが来た、上皮口レフリーが来たが今体が離れました。両選手にチャンスがありました。ピーポールの体勢両選手取りましたけれども、やっと生き返りました上皮口レフリー。ここで勝負再開、やっとレフリーの目前で勝負です。さあキングコングは思い切ってキック、すごいキック、場外に王者鶴田を送り出しました。すごい山田さん勝負ですね。そうですね、しかしね、鶴田選手がねカウント5以上、それで一方のブロディ選手もカウントを取りましたね。そうでしたね、しかしレフリーがいなかったですね。ブルーザーブロディトップロープから場外に飛んでエルボーですね。そうですね、フライングエルボー、ちょっと手首を打たれました。鶴田手首を打たれました。20分過ぎ、とうとうブルーザーブロディトップロープからウルトラ C 級のエルボーによりましてちょっとジャンボ鶴田の手首を切りました。さあ両選手場外で打ち合い、殴り合い、打ち合い、殴り合い、両選手の闘志です。インターナショナルヘビー級の選手権試合、ものすごい流血試合、
さあ本部席の方に流れ込む両選手、鶴田が追い打ちをかけます。ここでゴングを要請する上樋口レフリー。先にリングの中に入ったのは鶴田、流血の鶴田、追いかける浦和流血のブルーザーブローディ。大荒れのインターナショナルヘビー級の準々試合、ランナーに結果が紹介されています。両選手リングアウトが取られました。勝負は20分20秒、長い勝負でしたけれども、両選手リングアウトでジャンボ鶴田はかろうじてタイトルを守りました。チャレンジャーのブルーザーブロディの姿はもうありません。かろうじてリングアウトで防衛でございます。いかがですか。はい、あの結果的にはですね、リングアウトで王者鶴田選手の薄氷の防衛ということでしたけれども、先に堂々のピンフォールカウントを取ったのは鶴田選手の方でしたから、非常に内容の濃い試合でしたね。もう十分にね、この見どころたっぷりのなかなかいい防衛戦でした。さすがに日本が誇るジャンボ鶴田の試合というような感じがしますね。そうですね、本当にね、やはり鶴田選手はっきり成長の跡を見せましたね。見事な防衛を飾りました。本当に苦しいシーンが何度もありましたジャンボ鶴田、これで2冠を守りました。さあ来週は水戸大会です。まず天竜が NWA 世界ヘビー級チャンピオンリックフレアに挑戦する世界ヘビー級選手権、そして世界最高ジュニアタッグリーグ戦の優勝決定戦もご覧いただくことにいたします。来週の水戸大会もどうぞお楽しみに。満員の、大阪府立体育会館からこの辺でお別れします。解説は東京スポーツ新聞社山田隆さんでございました。どうもありがとうございました。どうも。全国のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。AWA 世界王者リックマートル、フィーバーズ参加の84年ジャイアントシリーズは10月5日横浜文化体育館で開幕です。スーパーアイドルタイガーマスクも開幕戦から9試合に出場。9日後楽園ホール、11日大阪大会よりミスタープロレスハーリーレースとリッキースティンボーと登場します。来週はいよいよ天竜がチャンピオンリックフレアの NWA 世界ヘビー級ベルトに挑戦。さらにマイティーの上グラン浜田組対ゲレロ兄弟の世界最強ジュニアタグリーグ戦優勝戦もお送りします。この放送は第一家庭電機の提供でお送りしました。来週は天竜対リックフレアの NWA 世界ヘビー級選手権試合60分3本勝負と世界最強ジュニアタッグリーグ優勝戦です。どうぞお楽しみに。